山口舞役の生駒里奈です。よろしくお願いします。私が演じた舞ちゃんはですね、お姉ちゃんの夢を追いかけて自分も女優になりたいという夢を持って劇団エンジンというところで初めて主演を務めるという役柄になっています。性格は多分普通の子なんですけど、過去にあったお姉ちゃんとのお別れだったり、劇団で起こっている問題に対して自分を奮い立たせて、みんなのためにも自分のためにも姉のためにも頑張れるような子かなと思っています。髪が長かったりとか、10年前にいたとか、そういう設定が細かくあったので、自然とどちらも演じられたかなと思います。めっちゃ長いね。すごい、似合いの本当ですか。清楚な可愛らしいみたいになりますけど、変わらないです。長い髪になると女の子らしくなるなって思いますけど、あんぐらい長いのはウィッグでいいなって思いました。うちの頃は長かったけど、ここら辺に毛が来るというか、聞いたから結局抜かせない。恥ずかしかったし、神様の前で失礼なことをしてしまった気持ち。でも悪気はないんです、神様。挨拶はしました。これからめちゃくちゃ踊ります、ごめんなさい。舞は普通踊らない子だと思って、無事終わってよかったです。山口さん、舞大丈夫？君がなんか取られてた。大丈夫です。サイドビーがある。いけてる、いけてる。手伝って。重いなっちゃう。体が命。はい、お化けが出る寸前に何か守りが入って消えたんですよ。守護霊さん。ないと多分苦しめられてた。もう一度。もう一回手伝ってもいいですか？金縛りですか？一切ないです。霊媒師の人に見てもらった時に、霊を寄せつけないタイプですって言われて、強くなった気分になって、あんま霊は感じたことないですね。霊感ね。ないんですよ。ありそうな霊感ないんですよ。あんまりお化け側を演じたことはなかったので、お化けになって出てきたから、なんか、まあ、監督に言われたマリコの思いをどういう風にあのお化けみたいな雰囲気で出せるかなっていうのはすごい考えてやったかなって思います。こういう風にやっていただけるととか、吹き替えの人とのチームワークというか、一人二役って結構大変だなって。エンジン、 T シャツができました。かわいい。あら、後ろかわいい。すごい、え、これいい。ね、かわいい。ね、かわいい。汚い。お前は暗黒の女王となるのだ。ここに来てやめろって。やるよ。やります。もらいました。念願の舞台公演日っていうのがやっぱり一つの山場だと思うので、そこはちょっと楽しみですね。みんなで作っていくの見つかっちゃいました。オセロ、オセロ第10話見てね。人間ドラマがすごくしっかり描かれていて、この座組みんなでなんか作っているなっていう感覚がすごく大きい作品でした。え、何これ、どの次元の世界にはまり込んだみたいなきっとなると思ってます。お楽しみにしていただけたらと思います。一つのことに対して集中している姿ってかっこいいなっていうのを思いましたし、いろんな方に見てもらいたいですし、感謝の気持ちでいっぱいです。で、僕もこう役を深めていく中でとてもいいきっかけになりましたし、一致団結して作っていきました。なので一人一人細かい部分とか見ていただければと思います。自分の言葉がどれだけ狂気になるか分かってないんです。役のために一生懸命です。プレッシャーとも必死に戦ってます。怖い部分は怖く、友情だったり恋愛だったりちょっとした嫉妬だったり、そういったものは隣にいる女の子こんな感じだなとか、そんな風に親近感を持って
見ていただけてたら嬉しいなって思います。浅田さんと私は似てるんだよ。お姉ちゃんが大好きで舞台も大好きで。でも心の鏡に映ったあなたを許したくない。その鏡大切な友達にもらったって。ドラマオセロお楽しみに。